ジェフ・スコット・ソートはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、シンガー・ソングライター。主に HR、HM 分野のボーカリストとして活動。これまでタリスマンやイングベイ、マルムスティーン、アクセル・ルディペルラ多くの現場で実績を積み、1990年代からソロデビューも果たしている。身長191センチメートル。1984年。 19歳の時に、イングベイ・マルムス・ティーに、ボーカリストとして抜擢され、1984年の、ファーストアルバム、ライジング・フォース、1985年のセカンドアルバム、マーチング・アウトに参加。イングベイのバンドから離れた後は歌唱力や多様性を、変われ、しばらく、セッションシンガーとしての活動が多かったが、1990年代、あたりからは、 イングベイのバンドに在籍していた時からの名優であるマルセル・ヤコブとタリスマンを結成したり、またドイツのギタリスト、アクセル・ルディペルのアルバムにも参加したりと積極的な活動をしていた。現在もソロ活動の傍ら、ジャーニーのニールショーン率いるソウルサーカスやセッションでの参加、他のアーティストへの楽曲提供などの活動を展開している。2001年に 日本公開された映画、ロックスターで、主人公が加入するバンドの前任ボーカリストの歌声の吹き替えをしており、作中でザックワイルド、元独ッのジェフ・ピルソン、レッド・ツェッペリンにも参加するジェイソン・ボーナムらとの架空のバンド、スティール・ドラゴンを結成している。2007年頃2006年7月7日より、喉の感染症のためツアーをバンドを一時離脱した。 スティーブ・オージェリーの代役を引き受け、ジャーニーのフロントマンとして、ステージに立つ。同年12月19日より正式に加入するも、翌2007年6月に脱退。2008年夏にホースソロアルバム、ビューティフルメスを発表。2009年11月、ワーク・オブ・アートのギタリストであるロバート・サールと、エクリプスのエリック・マーテンソンを用して結成され、 ジェフ関連のプロジェクトのメンバーのバンドの頭文字から、撮った、WET をリリース。さらに12月、ビューティフルメスに伴うツアーの模様を収めた、ライブアルバム &DVD、One Night in Madrid をリリース。2012年、クイーンのロジャー・テイラーがプロデュースする、キニックストラビギアンザプロジェクトのメンバーとして、公演に参加している。 タリスマンの未発表音源からタリスマンのアルバムもリリース予定である。2015年、ソロプロジェクト、ソトを立ち上げ、アルバムをリリース。2017年、ビリー・シーン、マイク・ポートノイ、デリク・シェディニアン、ロン・バンブルフット・サールと共に、サンズ・オブ・アポロを結成。ありがとうございます。